どうもなんとか時効です。よろしくお願いいたします。本日の動画なんですが、私が購入いたしました千番市場の PSF550CNC を本格運用するまでに必要な3つのことというようなことでやっていきたいと思います。ご覧の通り切り口カバーが悲惨なことになっております。整理セットもまだされておりません。もう少しマシに使える切り口カバーの製作をまずやっていきたいと思います。いきなりではありますが、切り子カバー完成です。友人にもらったエンビータの端材とホームセンターで購入したポリカ板で簡易的なカバーをとりあえず製作しております。後々の展望といたしましては、フルカバーしたいところなんですが、フルカバーするためにはいろいろと詰めておかないといけない寸法等ございますので、とりあえず切り子がストレスにならない程度にカバーをしておいたという感じになります。とりあえず全ての軸が動いてもぶつからないように配置しましたが、まあ穴があるという感じなので切り子を完全に遮断することはできませんが、とりあえずこれで運用していきたいと思います。必要条件を使いながら洗い出ししていきまして、次にやり直すときにいい感じに仕立て上げていきたいと思います。はい、というわけで2つ目は主軸角度の調整をやっていきたいと思います。動画のように面作をしているときに気づいたんですが、ちょっと傾いてるのかなというような状況が見受けられたのでやっていきたいと思います。ご覧のように画面で見て左側の刃で切削して進んでいっています。カッターの刃が進んできて、ご覧のように素材の上にカッターが全て乗っかったような状態になっていると、左側だけではなくて右側の刃からも切り子が出ています。カッターの刃が左側より右側の方がちょっと食い込んでいるような状態となっております。左側よりも右側の方が食い込んでいるため、左側のカッターの刃が抜け切った後でも切り子が出ています。それだけ傾きがあるということになると思います。主軸角度がこっち方向に傾いているのが原因となります。角度メモリは0にきっちり合わされてはいますが、こういう角度メモリというのは目安にしかなりません。ちなみに傾いているからといって不良だというわけではございません。この PSF550CNC は首振り機能がついております。首振り機能がついている以上、角度というのはいつだって変わる可能性があります。調整して使っていくというのが基本的な考え方になると思います。ご覧のようにテストインジケーターを主軸の方に取り付けいたしました。これによってテーブルに対して主軸がどの程度直角かというのを数値で測りながら見ることができます。振り回し直径は確か400ミリ近くあったような気がいたします。このようにテストインジケーターを右側で0にセットいたしまして、反対側に振り回しまして数値を読んでいきます。こんな感じで見ていきますと、テストインジケーターの針がテーブルに触れてもいないような感じとなっております。どれぐらい浮いているのかチェックしていきたいと思います。だいたい 1.57 ミリぐらい浮いているという感じになります。主軸の回転を止めているネジを緩めます。左右1箇所ずつありまして、2本のボルトを緩めると主軸が回転するような仕組みとなっております。これを緩めてコチコチと角度を調整していきたいと思います。ヘッドの問題なさそうなところをプラスチックハンマーで小突きながら角度を調整していきます。ダイヤルゲージを見ながら地道にやっていく作業でございます。確認しては調整して、確認しては調整しての繰り返しを続けていきます。主軸の角度なんですが、まあ、完璧な90度に調整されているよりも少しだけ傾いてた方がいいと思います。時計の針でいうと30分が完璧な90度とすると、29分側に少し傾いてた方が、まあ、三軸の場合は作業性がいいです。ほんのわずかに傾いていた方が、まあ、カッターマークとかも綺麗につきやすい感じになります。というわけで大体の調整が終わりました。右側で0にセットしたダイヤルゲージが左側の方に振り回されますと、
約100分の3ミリほど強く当たっているという感じになります。傾き方向としては狙い通りです。というわけで主軸角度調整後のメモリーを確認してみますと、テストインジケーターで見てすごく大きくずれているように見えましたが、角度メモリで見ますと線1本分しかずれていません。角度メモリが目安にしかならないといったのはこういった理由からです。次はポストの編集です。ポストってなんやねんって話なんですが、CAM でパスを出しただけでは機械を動かすプログラムは作成できません。ポストというソフトを通して機械に合わせたプログラムを作成できます。ポストにも作り込みの加減が存在して機械に合わせた作り込みの甘いポストは作業量も増えます。とりあえずオートデスクが無料で提供しているポストでプログラムを出してみます。PSF550CNC には不要な指令が入っているので、このプログラムを使う前に手編集していきます。具体的には機械座標を持ってない機械なので機械座標系の指令は消します。またツール交換は機械的にできないのでツール交換系の指令も消します。工具調整も使わないので関連する指令を消します。主軸回転数が上がりきるのに時間がかかる機械なので回転スタート後その場で待機する指令とその秒数の指示を追加する必要があります。危なっかしい軸移動がありますので Z 移動の指示も追加しておきましょう。といった具合に CAM で出したプログラムも意外と手間をかける必要があります。この手間をかけてる間にうっかりケロはどこかでミソをやらかすことでしょう。今やらなくてもいずれ絶対やらかします。それでは機械に合わせて編集したポストでプログラムを出してみます。先ほど手編集した箇所がポスト出力した時点ですでに完成してあります。これで非常に効率よく運用できます。プログラムの都度編集はケロにはマジで無理です。ポストの編集は友人に作業費1万円払ってやっていただきました。ケロにポスト編集は無理です。やるとしたら結構勉強して時間もかけて取り組まないといけません。そんな手間を今からかけるくらいならできる人に作業費払いたいです。さてある程度の準備が整ったということで次回の CNC の動画ではアルミの塊を削り出していきたいなと考えております。 CAM は Fusion360、 機械は PSF550CNC。 さて一体どんな使い勝手となっておるのでしょうか。楽しみです。そんなわけで今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。